男女には負けられない、閉じ込めて戦え、向かい風に立ち向かえ、森を風ぶら、男女には負けられない、閉じ込めて戦え、向かい風に立ち向かえ、森を風ぶら、感情には負けられない、閉じ込めて戦え、向かい風に立ち向かえ、森を風ぶら、感情には負けられない、閉じ込めて戦え、向かい風に立ち向かう、森を風ぶら。というわけで、斉藤明でございます。いよいよ今週の日曜日は森岡ゼブラ対岩獣岩手でございます。続く13時からは天皇杯の1回戦、グルージャ森岡対流通経済大学なんですかね。ここのとこグルージャダメダメでね、これ流経にやれるようだと本当に利見がハリウになっちゃう可能性もありますからね。まあさすがにそれ 99% ないと思うんですが、本当はまあ、ただワールドカップ後の協会によっての人事とかなんかによっては J リーグをチェアマン変わった時にグルージャを処分するぞみたいな、そういうのを言いかねないかもしれないですね。チェアマンの政策っていうかマニフェストによっては、まあね、ですんでね、本当今回見逃すと下手したらもうグルージャ見られないかもしれない、天皇杯来年から出られなくなるかもしれない。まあなぜっていうと、まあ来年は森岡ゼブラがグルージャやっつけますんで。まあそんなこんなで、今週の日曜日は一つ、もう朝から岩手銀スタジアム足運んでいただきたいなと思います。それでは斉藤明でした。